村中俊之は日本のチェロ奏者、作曲家、音楽プロデューサーである NHK 大河ドラマリョーマ馬リョーマ気候テーマ曲のチェロ編曲を担当のダメオーケストラ主要メンバー神奈川県出身東京芸術大学卒業作曲の師の勧めで高校受験半年前にチェロの練習を始める2001年 東京芸術大学音楽学部附属音楽高等、学校卒業。2005年東京芸術大学音楽学部器学科、チェロ専攻卒業。2005年から2006年、イタリア国立音楽大学、コンセルバトーリオスタテールディムジカエル・マレンジオディ、ブレッシャイ留学。2006年から2009年インターネットで見つけた、の、ダメカンタービレのオーディションに応募し合格。 レコーディングドラマ、映画に参加出演。2010年 NHK 大河ドラマ、リョーマデン、リョーマデン気候テーマ曲のチェロアレンジを担当。以前に演奏者である、遠藤真理の曲のアレンジをしていたのが依頼のきっかけ。遠藤真理とは、大学の同期。これまで指示したのはチェロでは、佐藤千鶴子、斉藤鶴吉、柳田浩二、河野文明、山崎信子、クラウディオマリーに、 マリア・クリーゲル、ミヒャイラ・カンパニャーロ、ギジ・マルチェ、ラノ・カクシ。作曲においては、佐野清彦、エビハラ・ナオヒデ。横浜バロック室内合奏団の、港未来ホール定期演奏会に参加する一方で、溝口はじめ、博士太郎、加古隆、能楽林方、一ッ流、宮尾方である、一ッ幸弘、グラミー賞アーティスト、パブロ・ジーグレル等と共演。また、 ストリングスとして、嵐、EXILE、XJAPAN、愛子、c 河村隆一、星野源など日本の主要、メジャーアーティストとレコーディング、共演。近年は、ドラム奏者、村中俊之とのユニット結成や、音楽朗読劇,劇での劇とも作曲、音楽監督を務めるなど幅広く活動している。作曲を習っていたのは、XJAPAN の YOSHIKI に憧れてのことであった。 大学進学後半年で腕を壊し5年にわたる治療とリハビリを乗り越え、イタリアへ留学するも半年で耳を壊し、音楽から離れ別の勉強をしていた時期がある。しかし音楽をやりたいという自身の思いに気づき、のダメカンタービレのオーディションに合格したのを機に、音楽活動を再開した。いずれも作曲、音楽監督を担当。エンジェルホールでは既存曲の編曲も担当。 ありがとうございます。